小山町の富士スピードウェイではエネオススーパー耐久シリーズの第7戦エスタイファイナル富士が始まりました。四輪市販車をベースとしたアジア最高峰のツーリングカー耐久レースで9つのクラスに65台が参戦します。スーパーカーをベースとしたレース専用マシンから街で見かけるなじみのコンパクトカーベースのマシンまで様々な車種が同時に走るのが見どころです。決勝は明日午後スタートで今年のチャンピオンが決まります。またイベント広場では多彩な肉メニューを味わうことができる肉のグルメイベント富士肉フェスティバルも開催されています。